皆さん、こんばんは。淡池泰介です。本日2024年、9月9日、18時31分、昨日、昨日誰か来てくれたみたいなんですけども、土曜日に、サタデーステーションで、会うということを、お天気関係の、アナウンサーらしき人物が言っていまして、途中で会えなくなりましたってこう笑いながら言ってる映像が途中で出てきたんですけども、その担当の人間かどうか後から考えてみたら、よくわからないという状況でした。で、一応その時、テレビに向かっての受け答えということで、撮影しながら、いろいろ受け答えしてたんですけども、高島彩アナウンサーも睡眠不足になっていると。で、昨日、会いに来たのが、もし、秋篠宮佳子様だったら、本当に申し訳なかったなと思った。会うって言った人間が、どこの誰かなのかが、まずわからなかったのと、昨日、夜、オートバイ、原付のものが横通りながら来たでって何か言っただけで、どこの誰が来たか全然わからないんですよ。行きますって言ったのか、会いますって言ったのか。ちょっとそれももう一度動画見てみなかったら、わからない状態です。で、もともと僕が言ってたのは、日曜日、春山整骨院が休みですから、日曜日や、スポーツ、メジャーリーグは14時ぐらいになったら終わりますけども、月曜日の、ある程度の時間帯がいいと、そういうふうなことを、言っていました。その時間帯に関しても、もしかしたら今日じゃないかなって僕思ってたんですよ。で、今日のその、以前の時間帯など歩いてみたりだとか、結局、わからないという状態です。とりあえず、こちらの現状、お伝えしておこうかと思って、録画しました。以上です。